さあ、始まりました。ノンタイトル、セナの部屋。かっこかり。ということで、ついにシーズン4が始まり、セナの部屋も再開となります。いや、思ったよりね、セナの部屋需要があって、まあ、再生数はそんなめちゃくちゃすごいってわけではないんですけれども、コアなファンの方がいるということでこと、今回もやらせてもらおうかと思っております。実はね、コアのファンっていうところで言うと、モーリーいるじゃないですか。 モーリーのお母様も、テレサのファンなんですよ。なんか、もうね、すっごい嬉しくて、これ。モーリーのお母さんね、モーリーってああいう性格じゃないですか。ちょっとひねくれてる、リズメ、ばっかの、ちょっとメガネが、目がうん、ちょっと待って、容の悪くちゃダメ。 お母さんを見てるかもしれないから。で、モーリーは本当に仲良くて、この後モーリーとノンタイトルシーズン4を見た話っていうところもしていこうと思ってるんですけど、モーリーのお母さんはね、僕らのチャンネル見るのが生きがいらしいんですよ。僕それ聞いた時にね、で、嬉しそうにずっと話しかけてくれて、この前ポップアップに来たんです大阪の。で、それでいろ話して、僕本当この活動やっててよかったなって心の底から思った瞬間でした。もちろんね、大阪ポップアップ来てくれた人がみんなね、嬉しそうに、セナの部屋見てますって、セナの部屋もいいです、セナトークもいいですとかね。 言ってくれて、あ、こんなコアなコンテンツまで、ニッチなコンテンツまで見てくれてるんだと思って、僕はね、すこぶるやる気が出て、今回のノンタイトルシーズン4の感想というか、瀬名の視点っていうところを話していきたいと思ってます。今回のシーズン4、辛辣な意見を言うかもしれない。最初にちょっと、あの、保険書きさせてください。辛辣な意見になるかもしれないです。というのも、僕自身はね、これもう、ちゃんと伝えておきます。 僕自身はシーズン4おもろって思ったんですよ。本当に今までの1話で一番好きな回だったんですね。ただ僕の考えとは違って結構コメントなんいうか僕に寄せて、寄せられるご意見というのは非常に 辛辣だったんですよ。つまらないとか、あ、もうこれは終わったなぁとかってたくさん来て、え、せなくんはどう思いますみたいなことがたくさん来て、で、僕は分析しました。どうしてこういうふうに思われてるんだろうノンタイトルの、まあ、本当のファン、本当の視聴者さんは何を感じているんだろうと。もちろんね、この、つまんなかったとか良くなかったって言ってる人が本当のファンじゃないとかではなく、えっと、僕と違う視点、出てる側の視点ではない方、 でそういういに辛辣な意見をを述べてててていいるる人はどういうふうに考えているんだろととと思思ってしっっししかりと分析した結果をお話できればと思ってますなので1話目まあ総論今後ノンタイトル大丈夫かなっていうみんなが心配になるかもしれないんですけれどもまあ天才藤川さんはそういったあの X でも言ってたと思うんですけど皆さんの意見を反映してコンテンツに落とし込んでくれるっていうのが藤川さんのすごいところだと思っているのでなので、まあ、言いたいことはちゃんと伝えて。 こういうふうに思ってますよっていうのは皆さんも伝えた方がいいと思います。では早速、今回のやつ、まあ僕が面白かったと思った理由とかは後で話そうと思ってて、まあどうして一部あまり面白いと思わなかったというか、なんか違うなっていう違和感を感じていたかっていうところをお話ししていきたいと思います。これ実は、モーリーともね、ノンタイトル主張後に、まあ夜な夜な電話して <laughs>、この件について話したんですよ。で、そこで、モーリーが結構ね、 まあ、シンクって、やっぱあのモーリーが言うことはね、かなりそもそも精度の高いご意見だなと思ったんですけど、ノンタイトルって結局人間模様がちょっとずつ現れてって、この人はいい人なのか悪い人なのか、ビジネスできる人なのかできない人なのか、こいつはヤバいやばいつなのかどうなのかっていうのがちょっとずつ描かれて、たまにどんでん返しが起こったりっていう、うよ曲折だったりとか、上下がある中で人を深掘って楽しんでいくコンテンツだと思うんですよ。 で、それはリアリティショーの醍醐味なんじゃないかって、ノンタイトル受けた人もさ、ちょっと思い返してみてもらいたいんですけど、受けた人ってごめん。オーディションじゃなくて面白いと思った人も思い返してみてもらいたいんですけど、ノンタイトルシーズン2、僕らの回で言うと、僕が最初、わーって言いまくって、で、別にあれが嘘とかではないんですよ。演技でもなく、わーっていう性格なんだけれども、ただそれは本当に本気だったと僕は。本気だったんですよ。 で、それをちょっとずつ共感を得て、最初は5000件とかのアンチが湧いてたし、DM も100件、200件ってしね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 言われてたのに、その後はもう55ぐらい。10、0から55ぐらいまで持ってったっていう。で、ここにおそらく面白さというか、まあ皆さんが見てて感情が揺さぶられる、あ、こいついいやつなんじゃないか。背中って意外と考えてるんじゃ、いやいや、やっぱりこいつは嫌なやつなんだとかっていうところに面白さがあるのかなっていうのが、まあリアリティーショーであり、ノンタイトルの醍醐味かなと。 いうのが、まあ、一般論というか、まあ、多くの方が思っていることですよね。その中、モーリーもそこをついた上で、だからこそ、今回の1話目っていうのは、オーディションからあそこまで詳細に移してしまうと、なんかそこの楽しみ、まず半減しちゃうよね、という。ちょっと、時間の経過が遅くて、じわ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 来る感じを描けないよね、っていう。一気にガッっていう、こいつは面白い面白くないか、 あまりにも描かれすぎてしまうし、そこでのその選択というか、選ばれた基準とかを見せてしまうのってどうなんだろうっていうのは、モーリーが言ってたことで、あ、確かになーって僕自身思ったんですよ。プラスアルファ僕の意見を補足させてもらうと、さらにノンタイトルというのは、やっぱり嘘があっちゃいけないんですよね。もちろん、取れ高を気にして頑張っちゃう。あるいはカメラを気にして頑張れないとかっていうのはあるとは思うんですけれども、オーディションに関しては違いますよね。わかりますこの違い。リアルな、 人生をかけた事業を作っていくっていうところで言うと、人が本気で苦しんで、本気で悩んで、本気で怒って、本気で笑うっていうことが描けるんですよ。ただ、オーディションに関しては、審査基準を考えて、どうしたらこのディベートで勝てるんだろうっていうのを考えて、わざと強くいったりとか、わざとゲイに走るとかってやるじゃないですか。 で、これ自体が悪いとかそういうことではなくて、そういう性質ですよね、オーディションっていうのは。リアリティショーっていう生活を描くのと、オーディションっていう芸を出すところ、パフォーマンスを出すところは全く別ですよね。で、これをリアリティショーにガッチャンコしちゃって、これ自体は僕面白いと思ってるんですよ。ただ、視聴者さんが見たいのはそれじゃないのかなっていうのを、まあ、いただいたコメントを見て思ったんですよね。まあ、要するに、リアリティショーなのに、オーディションに関しては基本的には嘘で行くじゃん。みんなも、企業のね、面接行くときって、嘘の自分で行きますよね。基本的に。 やっぱり取り繕いますよね。猫被りますよね。あれなんですよね、オーディションで出てるのっていうのは。で、いや、ノンタイトル面白いのは、猫被ってるかもしれないけど、でも、本気で人生かかってるから出てきてしまう。で、オーディションも人生、その後は人生かけるっていうのに繋がるかもしれないけど、まだかけてはないんですよ。あるいは、ディベートと、あの、僕の分析によると、ディベートのあの、なんていうのかな、仕組みも悪かったのと思っていて、オーディションを受かるには、ディベートで勝たなきゃいけないっていう、座組みがあったらいいなと思ってるんですよ。 これ分かります要するに、ディベートで A 対 B ってやったら、勝ったチーム、勝ったチームは本戦に行けますよっていうのであれば、そこに本気を出すじゃないですか。だからガチが出るんですよ。勝つために。勝つために、受けを狙うとかではなくて、ガチで勝ちに行くんですよ。パフォーマンスをしよじゃなくて、ガチで論理で勝負しに行くんですよ。あるいは、ガチで論理で勝負しに行くからこそ感情が出るんですよ。でも今回のやつって、ディベートの勝敗って何も関係ないじゃないですか。そこが問題なんじゃないかなと思って。で、 多分ね、この意見を言うと、いやいやいや、ブレイキングダウンってオーディションから移して、オーディションがある種再生数もあって面白いところじゃんって言うと思うんですけど、この反対意見として。でそれに関して僕が思ってるのは、確かにブレイキングダウンはそうだけど、でもブレイキングダウンってそもそもディベートとか何かの対決ないですよね。本当にただ自己 PR するだけの場ですよね、あそこでは。で、対戦相手を対戦要求するだけの場ですよね。 だからもうそこの対戦構図が違うんですよ。そもそもね。ゴールが違う。目指してるところが違うっていう。だから、もしやるんだったら、単純なディベートじゃなくて単純な言い争いをしてみる。自分を受かるために自分を主張してください。彼らよりも優秀だってことを主張してくださいっていう場だったら、よかったんじゃないかなって、僕は思いました。まあ、この、ま、分析の結果ね。見てるときは面白かったから、 それ以上でもそれ以下でもないんですけど。で、あとは、まあ、ブレイキングダウンのいいところを取りましたではないと思うんだけど、ブレイキングダウンって情報規制ないじゃないですか。情報規制基本的にはないですよね。まあ別に悪く言うと、だからこそコントロールがちゃんとできてないからこそ犯罪者が出るっていうリスクはありつつも、ガチで場外乱闘をやったりとか、 言っちゃいけないことを言って、それに水、溝口さんが反応して、またバズるみたいなことが起きるじゃないですか。なんだけれども、ノンタイトルってそれを圧倒的に規制してますよね。これは別に僕の口から言わなくても皆さんが感じ取ってると思うんですけど、で、まあ、今まで出たすべての演者が言ってると思うんですけど、意味わからないぐらいの、 情報規制があるんで、すよで。これ自体は別に悪いとは思わないんですよ、言って。ただそこにしっかりとしルールを決めてないから、リアルで言うと、米オさんを発信してるのになんで僕はダメなんですかとかっていうのが、まあ前回で言うと起きてたわけじゃないですか。かそういうのはやめていかないとやっぱ厳しいし、ノンタイトル、えっ、ー、と、ブレイキングダウンの一部分だけ踏襲するっていう形をとっても、やっぱ意味ないなと。全てが揃ってるからあれだけバズってるコンテンツなんですよと。 もちろん、全然性質が違うから、いいところだけ取るっていうのもわかるんだけれども、あの、汚い要素とかをね、引っ張っちゃうとスポンサー周りがどうとかってもあるだろうし、わかるんですけど、真似るなら、やっぱ大事な本質を見抜いた上で真似た方がいいのかなって僕は思ってます。で、これは別にあの、藤川さんとか制作サイドが真似てるとかではないですよ。真似てるわけじゃないけど、視聴者さんが、いやブレイキングダウンはこれこれこうだよと、ブレイキングダウンだったらこっちの方がバズってるよっていう意見に対して僕は答えてるっていう形になります。 どう思いますか皆さんは。僕ね、やっぱ、エンタメに寄りすぎちゃったのがちょっといけないのかなっていうのは思いますよね。あソコンでの喧嘩とかも全部茶番になりますもんね。本気で人生かけて何か物事、えーと、事業を作るって言った時の喧嘩っていうのは、がやっぱガチなんですよ、基本的には。 ちょっと強く言うとかあるかもしれないけど、ガチなんですよ。だって自分が本気で勝ちたいでしょ、本気でそのプロダクトを世に出したいでしょ、本気でお金を稼ぎたいとかいろんな思惑がある。でも、あのディベートに関してはゴールがまずオーディションに合格することなんですよ。だとしたら、普段の自分よりも100倍、200倍、1000倍のパフォーマンスを出さなきゃいけないっていう。自己表現をゲートしてやんなきゃいけないって言ったら、それは本質じゃないですよね。 だから喧嘩になるって言っても、本気で喧嘩しようじゃなくて、もうやらせの喧嘩ですよね。まあ狂犬が本当かどうかはわかんないですけど、ちょっと本当っぽいけどね、狂犬に関しては。っていうのが、リアリティショーではなくなっちゃってるなと。エンタメコンテンツだと。まあちょっと、今ふと思ったのでもう一つ言うと、やっぱブレイキングダムもあれはもうほぼ演出がかってるじゃないですか。いやもうもう、試合終わったらオクサイド。オクサイドじゃない。オクサイドじゃない。えっと、ノーサイド。ノーサイドで手を繋いで一緒に動画を撮ってとかってやるわけじゃないですか。だから、まああれはもうパフォーマンスで、 それをでも、それでも分かった上で面白いコンテンツですよね。でも、ノンタイトルは違うんじゃないかと。それは面白くないよね。っていうのが、もしかしたら視聴者さんの意見なのかなと。で、あるいは言語化できてないだけで、そういうモヤモヤ感を感じて、ああ、なんとなく、これは演出なんじゃないかなっていうところを、思ってるのかなと、僕自身は思いました。皆さんどうですか実際の意見。まあ、いろんなね、いや、違う違う、こういうふうにつまらないと思ってるとか、いや、面白いよ、今回こそヒットだよ。っていう意見もあると思うので、ぜひね、 僕のコメント欄にも書いていただきたいですし、あるいはそのノンタイトルの方にも書いて、藤川さんに届くようにすると、より僕らが応援しているノンタイトル自体が面白くなるんじゃないかなと思ってます。で、最後ね、僕自身が、あ、そうだもう一個砂の部屋撮りたいやつが、僕、これは結構、第2話に繋がる、みんな気づいてるっていう。 え、これおかしくないっていうポイントを見つけてしまったので、ぜひそれを共有したいんですよ。次回もしかしたらセナの部屋もう一個出た時か、セナトークでやるかちょっと松葉くんと相談ではあるんですけれども。じゃあ最後に僕のノンタイトルシーズン4の1話、なぜ面白いか。僕は面白いと思った理由としては、まあ、そもそもなんですけど、いろいろ まあ皆さんこう思ってるからこうなってるんじゃないですかっていう分析はさせてもらったんですけど僕自身はあのディベート対決っていうのはやっぱ面白かったんですよ。人それぞれの論理的思考、ロジカルシンキングはどれだけできるのかみたいなのがまあ顕著に描けるのでまああれ自体は非常にいいコンテンツ、いい施策だなと思いました。さすが藤川さんだなと思って僕は見させてもらってました。で、その中でやっぱり、まあ、言うてもちょっとエンタメっぽいんだけど個性が出て 本当に心底から僕笑っちゃったし、あ、やばいやついるな、この人やばいんじゃないかなっていう考察も言うてもできたから面白いなっていうのはありました。単純に、えっ、ー、と、僕が面白いなと思ったのは、だから、見て直感的に、うわ、笑っちゃったわーっていう面白さ。ただこれがね、2話に続くのはどうだろうなっていうのはやっぱ思ってて、1話でお腹いっぱいですよね。そもそも1話もちょっと、 と長いんじゃないみたいな。3テーマ必要だったかなみたいなところもあるとは思ってるので、3個あったっけ確か3個ですよね。あるかなと思ってるので、まあ、それが2話まで続くのは厳しいかなと。まあ、でもこの2話まで続くっていうのは僕のちょっとあの予測が当たるかどうかわかんないけど、あれこれおかしくないっていう話と繋がるので、次の千ナの部屋を楽しみにしていただければと思ってます。あと、あれですね。オーディション自体がうんぬんっていうよりかは、ディベート自体は非常に良かったんですけれども、 あれを本編でやればよかったんじゃないかなというふうに僕は思ったんですけれど思います。要するに、まあ、ディベート対決って、ま、くるさんがおっしゃる通り別に本質ではないですよね。ただ、思考する力、論理的に考える力としては非常に重要な要素ではあるとは思ってるんですよ。まあ、口が強いのとは絶対的なイコールにはならないけれども、やっぱ答弁しなきゃいけない場所とかもあるし、プレゼンしなきゃいけない場所もあるので、自分の意思を人に伝える、相手に伝えるっていうのは経営者の 資質の一つだと思うんですよ。ってなったら、ミッション1のセールスバトルじゃなくてディベートに入れればよかった、ディベートをそこに入れればよかったのにと、僕は思いました。皆さんどうですかなんかオーディションであれを消化したのがもったいなくて、チーム分けした後に、じゃあそのチームで、えっと、5対5、3対3でディベート対決して、その勝った方に、えっと、資金、軍資金を渡すとかでもいいのかなと思って、これ確かに、企業自体には直接的に関係ないけど、それで言うとセールスバトルもそうじゃないですか。 セールスバトルって本質なんですかって言ったら、あんなの、人に口で物を売るっていうのは本質ではないですよね、経営者としては。というよりかは、まあ僕自身自分をずっと肯定してるんですけど、やっぱ裏を書いたりとか、えっ、ー、と、ゴールをどこに設定してるのかっていう、その都度都度、今回勝,勝てば次のもっと先の未来につながるっていう経営者的な思考を持って挑む勝負っていうのを捉え方をしたセールスバトルだったと思うので、セールスの本質は、経営の本質はイコールではないと。って言ったらディベートも同じように、 くくれるし、また、あの違う視点で、しかも人生がかかっているディベートになりますよね。そうすると、単純にパフォーマンスで、どうですか皆さんみたいな感じではなくは、本気のディベート見れて、で、本気のディベートっていうのはめちゃくちゃイライラするんですよ。相手が思考力ないとなぜ、なぜわからないのか。あと、圧倒的に審査員に対して勝ちっていうのを見せつけるために全力で論破するとかね。 っていう人生をかけたディベートの方が面白かったんじゃないかなっていうのは思いました。まあそこも含めてね、まあいろいろ皆さんも思うところはあると思うので、ただ、ただ最後に、こういうふうに僕自身が発信したりとか、皆さんがこれどうなんだろう面白かった面白くなかった今回微妙だったいや、こうした方がいいんじゃないかっていうディスカッション賛否が生まれるっていうのは、これ自体はブレイキングダウンと同じで非常に面白いコンテンツになり得る一つの要素だと僕自身は思ってるので、だから藤川さんがね、ここから溝口さんみたいに切れたりとかすると面白いですね。 待ってますでは